Spinner。アップクロース木曜日、私堀潤がお送りしております。国連の人権理事会でのウィリアムさんのスピーチ、ウィリアムさんが直前にここで中継をしてくれますと言ってテレグラム経由でリンクを送ってくれたんで、そのリンクを通じて見ておりました。そのリンクなども貼って先ほど改めてハッシュタグ JWAVE をつけてツイートをしました。そしてショートショートフィルムフェスティバルの公式アカウントが、まさに上映後のトークで話してくれたウィリアムさん、陳一成さん、奇跡さんのスピーチ、改めてログアーカイブをツイートしてくれていますので、ぜひ、チェックをしてみてください。さあ、今夜は木曜ジャムの恒例月一企画、作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平、ご自宅とつながっています。古谷さん、こんばんは。はい、こんばんは。どうもよろしくお願いします。もうとにかく古谷さんはダイエットに成功して7キロ減量成功、写真見ましたよお耳が早いですね。シュッとなってましたね。さすがに7キロ減りますと、まあ2リットルのペットボトル 2.5 個分ですから、うん、逆にこんだけついてたのかっていう風にね、怖くなりますよね。そうか、一方で、先月か、はい、古谷さんも協力してくださって香港の状況について知ってほしいという署名運動、はい、ぜひ力貸してくださいと心よく古谷さんも参加してくれましたけれども、はい、先ほどウィリアム・リーさん、在日香港人のウィリアムさんが国連の人権理事会で世界人権宣言に中国共産党が違反しているという声明を発表しました。うん、はい、いや改めて情勢動いてますね。そうですね、それ以外にも、まあ、ウイグル等々の問題もありますからね、チベットの問題もね、それと包括的にやっていくことが必要かなと思いますけどね。まあ、やってるんですけどね。そうした中、はい、今月の主なニュース、1、パソナ本社機能一部を淡路島へ移転、はい、大坂なおみさん全米オープンで優勝、そしてジャパンライフ元会長逮捕、はい、イスラエル UAE とバーレーンと国交樹立に署名、はい、伊勢谷友介さん大麻所持逮捕などなどいろいろ入っていますが、はい、やはり古谷さん、はい、今月まず取り上げるニュースはこちらでしょうか。これですね、菅新総理誕生ということですね。はい、いや、電光石火、安倍さんが辞任して、まあ、総裁選を経て、はい、岸田さん、石破さん、そして菅さんと、菅さんが新総裁選出、そして直ちに組閣という形で、はい、慌ただしくこの1ヶ月過ぎていきましたね。はい、そうですね、本当に、先月の終わりですよね、安倍さんの辞任というのはちょっとやはり予想していなかったもんですから、まあ、それはちょっと驚きましたですよね。それから急転直下こういうふうになると、まあ、情勢的にはね、総裁選、菅さんが有利ということは分かっていましたけれども、まあ、こうなったということで、内閣が新しくなったというのは大きなことであります、はい。前回か、自民党青年局長の小林、議員に、スタジオに来ていただき、はい、まあ、その実を言うと青年局は、はい、総裁選はフルスペックでやるべきだと、党員投票やるべきなんだということで署名集めなども展開しましたが、はい、まあ、結果的には簡略化された両院議員総会での選出という運びになり、はい、まあ、地方票とそして国会議員票とという形で、はい、菅さんが取りました。一方、石破さん68票、岸田さん89票、菅さん377票という、この結果をまずどうご覧になっているか。まあ、これはまあ想定されていた通りぐらいですね。まあ、菅さんが400ぐらいいくと言われてましたけれども、まあ、まあまあ誤差の範囲かなと。で、結構石破さん3位だと言われてるんですけども、地方票の約3分の1は取ってるんですよね、42票。ですので、まあ、一定程度石破さんの、存在感も示せたんじゃないかなというふうに思います。で、岸田さんがやっぱり地方票は弱かったなという形で、これがフルスペックになってくるとかなり、2位ではありますけれども、今見かけ上岸田さんがですね、それがちょっと見劣りするんじゃないかなと、まあ、次の総裁選出ればの話ですけどね、というふうに、まあ、一応そういうような感想を抱きましたですね、はい。菅さんは、まあ、安倍さんの路線を引き継ぐとしていました、はい、ただ一方で
官房長官時代は総理がイエスと言えばイエス、ノーと言えばノー、はい、そういう仕事をしてきた。で、今回は私が総裁になり総理になるわけですから、自分の政策を実行したい、早く仕事をしたいなどと言っていました。一方、外交に関しては、例えばロシア問題はプーチンさんとの関係は安倍さんの方が強固な関係を作っているので、そうした方々の力も借りたいというような話をして、はい、内政は菅さん、外交は特使という形で安倍さんかといういろんなことが言われておりますが、はい、さあ安倍路線の継承、まあ、そういったこう打ち出し方を含めてどうご覧になってますか。はい、安倍路線を継承するとしか、まあ、結論から言うと言えなかったと思うんですよね。ここで安倍路線を転換するというような形ですと、派閥の主流の主要な派閥からの支持が得られませんので、安倍総理の路線を継承するということを言うのはこれはもう 言うしかないんだと思います。で、じゃあ具体的に何の安倍路線を継承するのかっていうことなんですけれども、まあ、おそらく、まあ、その量的緩和と、まあ、構造改革的な、まあ、ちょっと安倍路線というよりはなんか僕小泉さん的な発想を若干強く受けるんですけれども、まあ、そういった構造改革的なことをまあやりたいんだろうなと、それをひっくるめて安倍路線だというような感じだと思うんですけれども、なんていうかな、そのやっぱり安倍の継続、安倍菅で継続してるから、いわゆる安倍さんの外交とかそのイデオロギーみたいな部分も継承するのであろうということで、割と保守派も菅さん支持を今表明してるんですけれども、実はまあ僕そんなに菅さん自身にイデオロギーとか、うん、そういうものを確固とした国家観とかがあるようには僕は思えませんでですね、だから結局何を継承するのかなっていうと、まあ、なんとなくその量的緩和と、まあ規制緩和、構造改革、うん、まあ、アベノミクス第3の矢というところですよね、成長戦略ですか、そこの辺を継承するんであって、多分なんか安倍さんのイデオロギー的なもの、うん、憲法改正とかですね、そういうものをひっくるめて継承するんだろうと、もし保守派が思っているんであれば、それは多分ちょっと期待外れになってくるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。確かに、まあ、国家間イデオロギーというものがかなり、まあ、安倍さんに比べると薄まってるなという印象を受ける一方で、目の前の課題に対してはやると言ったらやるんだという、そういう姿勢は見えますよね。でもどうでしょう、総理総裁としてやはりこう大きなビジョン、国家間というのはやはり期待するべき、持っておいていただきたいという点なんでしょうか。そうですね、基本的には何らかの国家間っていうのは、まあ、よほど短命のね、宇野宗介とかじゃない限りは、まあ、一応まあカクカク見えたもんですけれども、ただよく考えてみると21世紀に入ってからの自民党政治っていうものは、まあ、やっぱりイデオロギーのこう発露がものすごく強かったわけですよね。で、21世紀に入って最初の内閣っていうのは、まあ、一応前政期から続いた森喜朗さんだったわけですよね。まあ、これは清和会ですけれども、実質上は最初小渕内閣の居抜きで始まりました。ところが森さん自体はもう強烈な文教族で、まあ、上の国発言を筆頭にですね、彼の強烈なその右派的な保守的な価値観がもう垣間見えて、まあ、そこでまあ支持率が落ちてしまったわけですけれども、次に登場したのが、まあ、5年半続く小泉純一郎政権、まあ、これも清和会なんですけれども、まあ、在任期間中は6回靖国神社に参拝するということで、まあ、一気にこの保守層のですね、心をわしづかみ身にするというようなことに打って出たと。それから、まあ、対米追従といえば聞こえはあんまり良くないですけれども、アメリカに対してこうついていくんだと。で、日本を、まあ、いわゆる自由主義陣営の一つの大きなアジアの拠点としてやっていくんだというような、まあ、なんとなく国家観というのはかなり森、安倍、小泉でありましたよね。で、それから第一次安倍が出てきたわけですよね。で、第一次安倍はもう完全に、拉致の問題と憲法改正、それから教育基本法の改正ですよね、これをもう徹底的に強く打ち出して1年で終わりました。で、その次が福田さんと麻生さんでしたが、まあ、福田康夫さんは若干そういうところは見えづらくて、で、麻生さんは麻生さんで、
まあ、一応宏池会系ではあって世話会ではないんですけれども、まあとてつもない日本みたいなね、一応まあなんとなく彼なりの骨格はあったと思うんですよ。でそれから民主党を挟んで第二次安倍ですよね、またイデオロギーの時代がこう来ると。でこう考えると、21世紀の自民党政治っていうのは、まあ、福田康夫さん以外についてはほぼほぼみんな強烈な何らかのイデオロギーがあったわけですよね。ところが菅さんになって久しぶりにこのなんていうんですかね、こうイデオロギー的に無風の内閣ができてきたなというふうに思いまして、でなんとなくこれだけを見るんであれば、もう今まですごくこの清和会のタカ派的なですね、そういったイデオロギーが非常にこう見えてきた路線がずっと続いてきたので、なんとなく僕は気持ち的に一服したような気がしますけどね。確かに一方で、まあ、今朝方も SNS でベーシックインカムっていう言葉がツイッターのトレンド入りしていて、親、はい、と思ったら竹中平蔵さんが、はい、まあ、番組の中で、ベーシックインカム導入7万円、はい、で生活保護やその他の社会保障を、まあ、そうした制度に揃えていくという趣旨の話をして、はい、7万円というあり方についての額の妥当性や、やはりここで先ほどくしくも小泉純一郎さんという名前が、はい、出ましたけれども、はい、この改革が、間違った方向に行くと誰のための改革だったんでしょうかということになりかねない。で今ラジオネームグリーンアースさんからも、竹中平蔵さんベーシックインカム7万円施策について古谷さんに聞きたいですということが来てます。いかがでしょう、はい、まずドイツの方でね、社会実験で来年からベーシックインカム的なるものというかベーシックインカムを導入するというニュースがね、もう皆さん知ってると思いますけれども、まあ、そこでは日本円にして大体15万円ぐらいを、まあ、給付するということですよね。で、まあ、ドイツとの物価水準とか関係は違うんですけれども、7万円ってそもそもやっぱり少なすぎですよね。そうですね。そうするとあんまり社会実験にならないって言いましょうか、うん、単なるそのちょっと給付金に毛が生えた程度ぐらいのものにしかならないと思うんですよね。トレンドワードではハッシュタグ竹中平蔵は月7万円で暮らしてみろというのが立ち上がっていたそうです。それはちょっと無理でしょう、ね、だから竹中さん自体ベーシックインカムってもともと決してなんて言うんでしょうかね、その弱者切り捨てとか、まあ、そういうことではないんですよね。結局そこにいろんな社会保障とかを、まあ、最低限の残しつつそこに集約していくというような考え方なんで、決してそのなんか弱い人を切り捨てて、まあ、才能のある人だけ伸ばしていけばいいっていうそういう試みでは本来はないんですけれども、うん、ね、7万円だとですね、そもそもそういう社会実験的なことができないわけですよね、まあ言うても12万ぐらいは多分必要だと思うんです、最低で。まあ、12万でも今ちょっと足りないかな、足りないですけど、まあ少なくとも10万円台半ばぐらいは必要だと思うんですよね。でそうなってくると、その竹中さんの、まあ、言ってることもわからんではないんですけれども、額がね、やっぱりこのなんか日本は常に小出しなの で、ね、本当にね、ずっと前からね、そのガダルカナルの時からですね、はい、1時2時3時と、まあ、900人6000人2万人とか小出しにして全部負けていくわけですね、でそのベーシックインカムっていう、せっかくそういう議論はいいと思うんですけれども、その内容がですね、小出しですと何の意味もないと私は思いますね、うん、そうか、そういう意味で言うと、古谷さん、その保守の立場から見た時の菅さんというのは、はいはい、どういう評価になりますか。菅さんの、まあ、その来歴的なところを見ると、まあ、一応、まあ、加藤派ぐらいから来てるので、まあ、一応その、まあ、形成か、ごめんなさい、宏池会ですかね、宏池会ですから、まあ、一応保守本流的なところからは来てるんですけど、まあ、派閥を結構渡り歩いているので、まあ、これは石破さんも同じなんですけれども、まあ、そういった意味では、はっきり言ってちょっとなんか捉えようのない人でですね、まあ、明らかに政策的には清和会的な新自由主義、小さな政府路線だと思うんですよ。ところが清和会っていうのは小さな政府と新自由主義プラス非常にタカ派的な価値観を持ってるわけですよね、でここが菅さんにはあまりないような気がするんですね。ていうかないというか、あんまり言ってない。そうですね、
本当は分かりません、本当は分からないですけど言ってないんで、この菅さんっていうのはあの何なんだろうなというふうに思いますね。だからかいわゆる従来の政治的な保守ともまた違いますよね、でも多分それを保守派が期待してるんだとしたら、はい、多分あの菅さんってに多分保守派が期待することっておそらく靖国参拝とかなんだと思うんですよね。で韓国に対して強い姿勢だとかそういうことだと思うんですけれども、まあそういうことを担うような、まあ、河野外務大臣も今あの横滑りで違うところにいますから、あそうなってこないということになってきますと、まあ閣僚がね、個人的に参拝することはあるでしょうけれども、菅さん自体にその復古主義的なものはあんまり感じないので、ないような気がするんですね。そうすると保守派の踏み絵たる、まあ、憲法改正とか歴史観ですよね、まあ、さっきの戦争は、自衛戦争でしたみたいな、まあ、こういうところとか、まあ、あとそうですね、そのまあ、そういった諸々の諸々の靖国問題もそうですけども、そういうところの踏み絵はなんとなく踏んでいかないんじゃないかなと思っていて、そうですね、外交に関してなんですけど、ね、はい、僕もちょっとあの、まあ、新しい政府の皆さんといろいろお話をしてみたんですけど、菅さんどうですかと、はいはい、すごく懸念があるんだと、外交安全保障上なんですか、うん、インドのモディ首相から、はい、あのツイッターにあの直接菅さんに関して、まあ、祝電に近い内容のツイートが送られてきたと、はいはい、でまあ、外交儀礼上24時間以内には返信するかなっていうところを菅さんが返してないと、はい、なので周りにも菅さんにもこれは早く返した方がいいですよと言ったんだけれども、結局返信がされてなくて、でそうこうしているうちにインドのメディアの方で、いやモディ首相がどうもツイッター返信してもらってないようだっていうようなことで軽んじられてるんじゃないかという論調さえ出ていると、でまあその後菅さんは各国のリーダーからたくさんいただきましたっていう返事のツイートはしたんだけど、ここはやっぱりこう個別に速やかに対応できるぐらいそうしたあの柔軟性必要だったんじゃないか、外交のセンス、やはりそしてデジタルに関してのやはり使い慣れてない感じっていうのが、その方は少しリスクなんじゃないかっていうのはお話もされてました。まあそうですね、せっかくね、首相からインドの首相から来てるので、まあ、もしかしたら見れなかったのかもしれないですけどね、まあ、あの中の人がいるはずですから必ず。そうなんですよ、そういうスタッフの陣営がどうなのかっていうところがちょっと、僕は大丈夫かなって思う、ね、まあ、それだけに、まあ、安倍さんが築いてきたチームがまた出てくるのかなとかね、まあ、あれですよね、あのデジタル担当大臣が平井さん、あのワニ大臣ですからね、はい、まあ、そこがちょっと、はい、まあ、最初から僕はちょっと不安だなと、まあ、文春法もちょっと食らってるようですし、はい、まあ、それはともかくとして、はい、まあ、あの菅内閣の外交なんですけれども、これも基本的には安倍路線を引き継ぐということなんですが、はっきり言って引き継がれたら困りますよね。というのはあの安倍さんは保守から非常に強いタカ派的な外交をすることを求められていて、実際そういうことをやってくれるはずだと思っていたらですね、拉致問題については、まあ、これはもちろん相手がいることですが全く進展がない、で北方領土問題はどうかと、はい、日本が国是としてきたですね、まあ、一応国是というか、まあ、一応戦後のある時期からなんですけれども、四島一括返還をこれ封印して、はい、固有の領土という表現も削ってですね、これ二島に転換したところ、いや、プーチンは日ソ共同宣言で、引き渡すとは言ったけども、それは主権が入ってないとかですね、まあ、そういうことを言って全く進展していないと。で、結局何が安倍政権の外交の安倍と言われて何ができたのかというと、まあ、もちろんその外遊した国の数は多いですけれども、結局はトランプ政権に非常に、まあ、くっついていって、ですね、でそれで、まあ、トランプさんの、まあ、いいようにですね、はい、まあ、あまり、まあ、ノーとも言うこともできずですね、まあ、辺野古の問題についても、まあ、そのまま、唯一の解決策だということが、まあ、繰り返し言ったのが菅官房長官でしたから、まあ、それで基本的にあんまりこの外交的なものを残していないんですよね。で安倍さん自体が
中国との戦略的互恵関係を築けたって言ってるんですけれども、まあ、そもそも中国との戦略的互恵関係を最初に、かなり、傷つけた部分があったりしたのは首相の靖国参拝だったわけですよね、2013年の。でしかもその靖国参拝ですらアメリカの国務省から、失望したと言われたら以後封印したと。結局安倍さんの7年8ヶ月の外交っていうのは、まあ、アメリカ様についていくんだと、まあ、それぐらいしか私はなかったような気がいたします。まあ、ここ個別には多少ありましたけれども、でそれを継承されてはちょっと僕は困るなと思いまして、でただし、菅さんにはなんか確固たるその外交的なものとかもあんまりないように感じますので、もしいい解釈の仕方をするんだったら、まあ、全部菅になって新しくチェンジしたんだということを、まあ、言えるきっかけになるのかなとも思いますけどね。そうですね、まあ、ただ本人が継承してるって言ってる時点で、まあ、諸外国からはね、安倍菅路線と思われるでしょうから、まあ、そういったところで、まあ、日韓関係というのものも、まあ、当面は動かないんじゃないかなと。いや、僕は本当これからシビアな局面迎えると思います。それはやはりこう、台湾と中国の関係も日に日にやはりこう対立の軸が鮮明になっていますし、もちろんそのアメリカは国連の演説の中でトランプ大統領が痛烈に中国を批判し、それに応じる形で中国は多国間主義を世界に呼びかけるという中で、南シナ海緊張がこれからどうなっていくのか、人工島の存在、これをアメリカがどう判断していくのか、きっと日本は踏み絵を踏むことになると思うんですけど、その時に菅さんがどういう判断をする人なのかっていうのは注目ですね。もしかしたら判断をしない判断っていうですね、まあ、戦後日本が非常に得意としてきたこの判断しない判断外交ですね、これをやる可能性も高いですね。なるほど、さて、それはそれで一つかもしれない。そうですね、さてもう一つのニュース参りましょう。古谷さんお願いします。もう一つのテーマですね、新立憲民主党新国民民主党誕生でございます。さあ、自民党の総裁選の4日前、9月10日、立憲民主党と国民民主党などの、それぞれの合流新党の代表選が行われました。立候補したのは、まず国民民主党出身の泉健太政務調査会長と、立憲民主党出身の、まあ、元代表で、枝野代表の2人、で泉さんが結果42票、枝野さんが107票と、そして透明選挙が一緒に行われて、立憲民主党94、民主党54、その他1票で新立憲民主党、新は便宜上僕が言っただけで、立憲民主党が誕生ということで、新代表に枝野代表というですね、ことでした。そして、まあ、ジェンダーバランスの悪さなども一部から指摘されるなど、まあ、どうなのかという声がありました。一方同じ日、国民民主党が回答されて、玉木さんが中心となって新たな新国民民主党、こちらも名前は変わりません、マスコットキャラクターのうさぎも継承しました。国会議員の参加数は15人ということで、15人中5人が女性議員ということで、政策実行型の政党にしていきたいと、こういうそれぞれの動きでした。さあ、野党の動きを古谷さんはどう見ているか。まあ、結構繰り返し言ったかもしれませんけれども、まあ、結局新立憲新国民になったということですが、まあ、新国民の方に、まあ、十何人残ったということは自体が非常に残念ですよね。ここで合流しないでいつやるんだということは思いました。で、じゃあ国民民主党って何なのかっていうと、その背後関係を見るとですね、結局は、まあ、右派系労組とか、まあ、結局は昔の民社党ですよね。昔の民社党ほど強くはないんだけれども、まあ、ちょっとこのゆるっとした民社党みたいな感じになっちゃったなと、結果としてですよ、そういうふうに見えますね。で、このまま総選挙となりますと、まあ、参議院はともかく、まあ、参議院解散ないですからともかく、国民民主党の方の衆議院はちょっと減るんじゃないかなというふうに、まあ、思いますね。ですね、結局、僕は小沢さんとかが、もうですね、まあ、中村喜四郎さんとかも合流しましたんで、1年以内に政権奪取と、その時は枝野内閣であるということを、まあ、自身の政治塾でこうとうとうと宣言をしておりましたが、やはり小沢さんの政治センスがちょっと鈍ってきたんじゃないかなと思いますね。ちょっとそれは無理でしょうと、
思います、うん、というのはですね、結局小選挙区、小沢さん自身が小選挙区を導入した本人なわけですけれども、結局は共産党と連携しなければ、小選挙区は無理ですね。そうですね、ここが最大のポイントで、共産党の、少なくとも400万票ぐらい支持者がいるわけですね。400万人ぐらいの支持者がいるわけですね。この共産党の票を入れなければ小選挙区で、いわゆる立憲民主党が勝つことは不可能であります。でさらに立憲と国民民主と共産党とかとこの3つが並立しちゃうと、もっと無理ですよね。割れますんで、国民民主党の方はちょっと保守系も入るかもしれませんけど、少なくとも労組の票割るということで、それ食い合うと。でこれを延々と繰り返すうちに、延々と繰り返してるんですよ。だからこれはもう共産を入れた野党連合を作んないと、はっきり言って小沢さんはの言ってることは無理ですね。僕は番組でも提言したいなと思って言い続けてますけど、本当に共産党と一緒に選挙戦うのであれば、やはりじゃあ政権奪取後のじゃあそれぞれのポストって誰がやるのとか、具体的にきちんとそういうこともちゃんと示してみたらどうかな、で社会保障政策どうするの、消費税どうするの、憲法の問題はじゃあどうなるのとか、もう少し確固たる選挙止まりの連合じゃなくて、その後の見据えた連携のビジョンを示してほしいなと思います、ね、そうですね。今立憲民主党社民党の合流協議が今続いていますけれども、共産党もねぜひ入れる形で、共産党側がどういうか分かんないですけれども、という形じゃないと小沢さんの政権構想というのは無理かなと思います。で僕いいですか。はいどうぞ。今ですね、そのいわゆる進歩派系、立憲民主を含めたリベラル系が、第二次安倍政権下で本当にずっと国政でね衆参で負け続けてきたじゃないですか、なのでちょっと今進歩派系統の人とか、リベラル系統の人にこういうような危惧が僕は保守側からしても思えるんですよ。それは私たちの感覚とか言っていたことが国民の世論と乖離してきたんじゃないかと、つまりリベラルの中からのプロテスタンティズムみたいなのが起こってるような気がするんですよ。なんかこのままじゃ国民世論から見放されちゃったんじゃないかと、あまりにも負け続けるから、でも僕は今回立憲民主党、新立憲民主党の党の公約っていうかね、綱領とかを読んだんですけれども、概ね別に正論なんですよね、で僕は別にそれを変える必要とかないと思うし、で僕自身やっぱりなんで野党が取れないのかっていうと、これはおそらく選挙制度の問題等々の技術的なことがかなり大きいので、小選挙区制の弊害、で立憲民主党の言ってることは別にその差別に断固反対ですとか、一応原発ゼロも入れてますし、あと健全な議会制民主主義、これは当たり前なんですけれども、そういうことを議論型の熟慮型の民主主義をやっていくと、これ自体は別に間違ったことではないので、なんかその選挙に負け続けたから、私たちはなんか間違っていたんじゃないかみたいなことで、よく、まさに玉木さんとかがそうだったんですけど、急に保守ですって言い出す人がいるんですよね。枝野さんも前少しそうした言い方した時期がありませんか。ですよね、だから要するに保守じゃないです、リベラルですと言い切ってほしいな。言い切ってほしい、そう僕は。いやこれからね、まさにこう自由主義としてね、やっぱりその、個々人がきちんと成長できて自由を重んじて、そういったこう社会作りますよとか言ってほしいんですよね。本当にね、堀さんおっしゃる通りで、本当にやっぱり第二次安倍政権下でいわゆるリベラル進歩派の人がやっぱり国政で負け続けてきたんですよ、地方はともかくとして国政で負け続けてきて、本当に多分ね自信がなくなっちゃったんだと思います。それはもう分かりますよ。だって本当に議席減っちゃったから、それでいやなんかこのリベラルっていうのはもう古いんじゃないかみたいなことで、リベラル内部からの要するにプロテスタンティズムみたいなのが起こって、これはちゃんとリベラルを改革しないといけないんじゃないかみたいなことを言う人が結構多いじゃないですか、でそうなんだけど、別にでも
あなたたちの言ってること結構正しいので、うん、別に問題はそこじゃなくて、あ、じゃあ、 リベラルってもう古いから受けないんだみたいな感じで、私は要するに改革、リベラル保守ですとかね、なんかわけわかんないことを言っているんですけど、この国に真の保守なんていうのは、僕はいないと思っていて、真の保守なんて、高西部進む先生ぐらいですよ、そうですね、マジで、もう、ね、亡くなっちゃいましたけど、うん、そういうことでなんかね、打ち出していた、ぜひね、リベラルとか進歩派を辞任する人は自信を持ってほしいんですよ、で、私はリベラルです、私は進歩派ですって言ってほしい、うん、いないんだもん、だから、そう、いや、私リベラルなんでって言ってほしい、本当に、いや、俺堀さん立民の党首になるべきです、でも本当かつて民主党が挙げた新しい公共とかそういう一人が個としてきちんと活動しながらも、はいはい、お互いの権利を尊重し合う社会構成とか、はい、なんかそういうことを明確にリブランドしてもう一回打ち出してほしいなって僕は思ってます。それ自体は、ぶっちゃけ間違ってないじゃないですか、うんうんうん、全然正論だから、なんかそこが、まあ、もちろんね、いろんな旧民主党政権時代の記憶とかもありますけど、もちろんそこが国民の世論と若干乖離している部分はありましたけれども、言ってることが正しいんであれば、うん、なんか変に私は保守ですとか言ってほしくないんですよ ね、 そうですね、なんかね、どん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 まがいものに見えてくるから、そうやって言うの聞くと、あれ先生本当は自民党に行きたかったんじゃないですか、公認のあれがなかったからたまたま立憲から出てんじゃないですかって、まず皮肉も言いたくなるようなことにもなるので、まあ、ぜひ胸を張ってリベラルだと言い切ってほしい、同意します。いや僕本当に、ね、今必要なのはそれ、胸を張って自分は進歩派だ、自分はリベラルだ、私は保守じゃないんだって言ってほしいんです、保守保守って言い過ぎ、保守なんかいないんですからこの国ありがとうございます。さあ来月も、はい、いよいよ来月こそ会いたい、ね、会いたい、うん、まあ、堀さんとはちょっと別番組で、はい、まあ、半分デートしましたけどね、なかなか堀さん水族館とか行ってくんないんだもん。そうか、じゃあ今度行こうか。はい、お願いします。ありがとうございました。月一古谷恒平、今月はここまで。堀潤です。古谷さんとの対談いかがだったでしょうか。冒頭、まあ、触れた在日香港人のウィリアム・リーさん、国連の人権理事会でのスピーチ本当に素晴らしかったです。で、先ほどウィリアムさんから連絡がありまして、今日話したスピーチの内容を堀さんにもお送りしますと、送ってきてくれました。英語での実際はスピーチだったんですが、日本語の翻訳もつけて送ってくれたので皆さんにシェアしますね。読み上げます。私は現在日本在住の香港人です。香港国家安全維持法が成立して以来、香港に言論の自由はもう成り立っていません。100人以上の民主派が国家安全法違反容疑により逮捕されています。彼らはただ正義のために、そして民主主義を守るため声を上げただけで、国家転覆行為とみなされます。これは中国が香港を操る手段です。先月、民主化活動家アンディ・リーを含む12人の香港人が中国大陸で行方不明になっています。さらに中国政府に圧迫されているのは香港だけではありません。南モンゴルでは9月から学校でモンゴル語の授業が廃止され、中国語の授業でしか出られなくなりました。チベットやウイグルに対してもそうです。以上の行為は明らかに世界人権宣言及び北京宣言を違反しています。新民主主義の国々は中国政府へ制裁などをかける必要があります。責任があります。我々は人権理事会に下記のことを中国政府に提言することを要請します。1、直ちに香港国家安全法を撤回する及び非人道的行為を取りやめる。2、直ちに12人の香港人の情報を公開し、香港まで移送する。中国は国際連合安全保障理事会常任理事国の一員であり、2019年まで人権理事会の理事国の一員でありながら、その地位を利用し、香港とその他地域の民主と自由を抑制しています。約
90秒のスピーチでした。巧みな英語でしっかりと世界に向けて発信をしたウィリアムさん、本当に頭が下がる思いです。新民主主義の国々はという主語で語られているんですよね。私たちの国は民主主義国家です。若者が自分の人生をかけて、そして様々なリスクを全て背負った上で国際舞台で発言をしました。皆さんそれぞれどう思われるでしょうか。私も一緒に声を上げていきたいなと改めて思っています。ぜひ力を貸してください。